漫画でっきょんな、どもども、中年ゲーマーよろさんです。さて今回は本日より開催されました期間限定イベント、海産物ザックザク、干潟の珍騒動の周回編成のご紹介でございます。というわけでまずは今回のイベントのおさらいから、HP2820 目安の育成におすすめとのことで制圧戦より3段階育成上限がアップ。交換所では商談の免状や各主張者の称号などをゲット可能。そして今回のイベントではディープワンと共に干潟の生き物が3種類登場。てっきりランダムで取り巻き雑魚を連れて登場するのかと思いきや、ディープワンのグラが変化するだけでしたな。なもんで単体効果力技をぶっ破できるスタイルを編成して周回していけば OK です。そして今回のイベントでは協力ミッションも同時開催でして、協力ミッションクリアで合計3000ジュエル、個人ミッションでは商談の巻物900ゲット可能でございます。イベント開催期間は5月25日の12時まで、育成ボーナス対象キャラはこんな感じ。今回のガチャのピックアップスタイルは HP4 倍、ステ3倍、技ランクアップ2倍、ピックアップの別スタイルと差がコラボセレチケ対象のキャラと先生、杖キャラと突属性のスキルを持つキャラはいつもの3倍となっております。では続きまして今回周回していきますクエストに登場するディープワンについて、潮干狩りバージョンの衣装をまとって登場でございます。耐性は突熱雷雷がマイナス45、打がプラス50、他は耐性霊となっております。状態異常耐性がすべて999ですので、状態異常を使ったランク上げ周回ができないのは残念ですな。特性は水性となっておりますので水性特攻の連性装備を使えば効率よくダメージを稼げます。とまあ今回のイベントに関しましてはこんな感じですかね。それでは今回のイベントの2手周回編成とランク上げ周回編成のご紹介。というわけでまずは2手周回編成のご紹介から。陣形は波状の陣、配置はこんな感じです。1番に黒様、ステータスと装備はこんな感じです。連星装備のアビリティは 99% プラス特攻となっております。無双三種を継承しております。2番にアセルス、ステータスと装備はこんな感じです。連星装備のアビリティは 102% プラス特攻となっております。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。てな感じでなんちゃって2手で終了です。続きまして周回編成その2、陣形は神速陣、配置はこんな感じです。1番に神、ステータスと装備はこんな感じです。白髪の爪を装備しております。2番にアーニャ、ステータスと装備はこんな感じです。連星装備のアビリティは 102% プラス特攻となっております。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。てな感じでなんちゃって2手で終了です。続きまして周回編成その3、陣形はマジカルシャワー界、配置はこんな感じです。4番にバート君、ステータスと装備はこんな感じです。連星装備のアビリティは 108% となっております。5番に城、ステータスと装備はこんな感じです。連星装備のアビリティは 110% プラス特攻となっております。スペクタクルゲートを継承しております。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。てな感じでなんちゃって2手で終了です。以上、私の2手周回編成のご紹介でございました。続きましてランク上げ周回編成のご紹介。まずは1ターンランク上げ周回編成から、陣形はバックコンセントレーション、
配置はこんな感じです。前3人にランク上げをしたいスタイルを編成していただきまして、後ろ2人は火力が出せるスタイルを編成しております。前3人である程度は火力も出せるので、フィニッシャーはそこまで火力を出せる必要ナッシング。今回はバックコンセントレーションでやっておりますが、マギアファイトとかでも大丈夫でございます。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。敵さんからの攻撃はある程度もらいますが、1ターンで片付けられるので火ダメは気にする必要なしですな。ちなみに前3人は武器なしで殴ってますのでダメージはミソッカスです。というのが1ターンランク上げ周回編成でございました。最後にダラダラランク上げ周回編成のご紹介。陣形は新速陣ですがぶっちゃけ何でも OK です。火ダメが気になるなら耐久力アップ系の陣形がいいですかね。1番にスービエ、デバフ要因として編成しております。ディープワンの攻撃が体術と術ばかりなので、素早さと知力デバフを付与できるスタイルなら大体誰でも OK です。デバフ役を1、2体編成しましたら、あとはランク上げしたいスタイルをぶっ込んでいただければオールオッケーですな。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。1ターン目開始時にスービエのデバフが入るので、火ダメをある程度抑えることができます。他はロックブーケの闇の稲玉とかもいい感じでございました。今回は視聴メダルでゲットしたばかりのウンディーネの生命の雨プラスのランク上げをしているのですが、2ターン目に生命の雨プラスを使ってくれたらあとはなるはやで終わらせたいので、ランク上げしたいスキルに応じて装備などで火力を調整するとなおよしですな。では他にこれと言ってお話しすることがないので加速。4倍速だとディープワンがウッキウキで潮干狩りを楽しんでいるのが伝わってきますな。以上、私の睡眠学習用ダラダラランク上げ周回編成のご紹介でございました。ただ今回のイベントはスタミナ消費が23ですので、スタミナ全開で自動再生をポチッとなしたとしても100枚使い切る前にスタミナ切れで周回ストップしてしまいますので、その辺は注意が必要でございます。以上、期間限定イベント、海産物ザックザク、干潟の珍騒動の、私の似て周回編成とランク上げ周回編成のご紹介でございました。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。